お疲れすい様までせん。す。すいません、遅くなりました。どちらに行かれてたんですか？伏木野に、ちょっと打ち合わせで。デンマーク行ったり、くしきの行ったり。伏木野だって、そこだよね。シュウさん、かっこいいな、いいなと思って、私も来月、家族旅行でデンマーク行こうかと思って。本当ですか？はい。教いいえてじゃくないでだすか。さい。ここ良かったよとか。いやー、もうデンマークはあちこちいいとこいっぱいありますよ。ブルカーさんみたいに帰って来られなくならないようにしないといけないですね。私今回沖縄から帰れないかも。ちえ、ょうどそう帰る台風。なの？ああ、あ、なるほそどね。あ、今、沖縄ですか？すごい。三者面談っていうのはオンラインで。そう、娘の三者面談が。本日のゲストは、鹿児島グランドビジョン協議会から、坂口修一郎さんと古川理沙さんです。いらっしゃいませ。こんにちは。大変ご無沙汰しております。坂口修一郎さんは一回こうロングインタビューをさせていただいて、で古川理沙さんもぜひって以前は言ったんですけど、まだインタビューしたことがなかったので、簡単に自己紹介いただけると嬉しいです。今一緒にいる坂口と、その他鹿児島の面白い珍獣の皆さんたちと一緒に NPO 法人薩摩リーダーシップフォーラムセルフというNPO をやっております。代表理事が3人いまして、そのうちの1人の古川です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回、2人にインタビューさせていただきたいとお願いしたきっかけが、ウルフィンポート跡地の活用で、大きなことが今月ありましたね。そうですね。検討委員プレゼ会。ン、そうですね。検討委員会の、はい。プレゼンテーションがあったと。はい。そちらのまず、ご感想というか、どのような会でやられました？僕はですね、あれなんですよ。北海道にその日いて、で、そこから直接帰ってこなきゃいけなかったんですね。それで、このプレゼンテーションの日程、プレゼンテーションを7月中にやるっていうのは、まあ、聞いてたんですけど、何日っていうのが明示されてなくて、で、24日にやりますって聞いたのがもう7月に入ってからだと思うので、もうその日、鹿児島にいないんで、直接行けませんって言ったんですけど、まあ、そこをなんとかってことになったんで、ちょっと予定をちょっと切り上げて帰ってきたんですけど、北海道の旭川の方にいたので、正確に言って東川ですね。旭川空港なんで、直行便ないんで、新千歳でもないのかな？鹿児島から直行便はないかな？直行便ないですよね。ないですよね。だからまあ、いずれにしても、旭川空港ちっちゃい空港なんで、便があんまなくて。だから、ほぼ朝一のやつに乗って、羽田で乗り継いで帰ってきてだったので、もう、始まった時間間に合わなくて、途中からだったんですよね。で、空港に着いて、セルフのメンバーが、まあ、立ち会っていたので、だけどもう、セルフのメンバーからもうなんかこう、血圧が上がりますっていう、そういうこう メッセージがこうちょこちょこ入り始めて、どうなってんのかなと思いながら まあ、向かってギリギリ最後の番だったので、そこには間に合ってプレゼントできた。そんな感じでした。一番血圧が上がってたのが古川理沙さんだったって噂に聞いてるんですけど、Facebook でそもそも上げてらっしゃったから、多分それ見ああ、てそういうでことすですよか。ね。もしかしたら私がピンチヒッターで話すかもしれませんっていう。飛行機がね、欠航したり遅れたりとかしたら、僕、間に合わなかったんで。シュウさんが来れなかったら、私が。でも、間に合ったとおっしゃってましたけど、これ、もともとは順番が大鳥じゃなかったんじゃなかったでしたっけ？もともと、もともと鳥だったんですか？間に合わないんで、最後にして、まあ、最後、もしくは最後か2番目ぐらいにしてくださいっていう。4時過ぎじゃない、3時半以降じゃないとちょっと間に合わないですって、それで間に合う順番にしてくださいって言ったら、後ろに回してもらったっていう、そういう感じ。じゃあ、もう最初から検討委員会にはいなかったわけですね。途中僕はから。いなかったですね。なるほど。古川はいたと思います。
はい。お二人としては面白くなかったかもしれないんですけど、エンタメとしてめちゃくちゃ私は面白かったんですけど、そこら辺の検討委員会のプレゼン会のことをもうちょっと聞いてもいいですか？どういうふうにお感じになられて、怒りでも、結構いい会だったでも、どっちでもいいんですけど。ね、私も坂口も面白くなかったわけでは全くなくて、結果的にも、ベビーステップかもしれないし、そんな言い方したら失礼ですけど、検討委員会の皆さんに、すごく大きな場を作ってくださったと思ってるので、全く面白くなかったっていうことではなくて、なぜ血圧が上がったかって、本当に血圧が上がったわけではないんですけど、いろんな、残念な部分が多かったなっていう、その失礼としてですね、が多かったなっていう、私としては、個人的にはそういうふうに感じて、どういった部分がその残念だったかっていうと、まず残念だったって、良かったところで言うと、その発表者、7組、その日は発表なさったんでしたっけね。確か。8組選ばれたけれども、1組は辞退なさって、私たちを含む7組がそのプレゼンの機会を得たんですけど、そのどれもやっぱり内容としては素晴らしい、私が言うのは変ですけど、どれも素晴らしい内容で、こんなに鹿児島のことを本気で考えてる、私たちも含めて皆さん無償で、あのプレゼンを準備なさったって思うと、相当ないろんな意味でのコストをかけて準備なさっているし、完成度としてもすごく素晴らしかったので、それだけその鹿児島をまだ諦めてない人たちがいるっていうことだったりとか、その内容自体もすごく、学びも多かったし、希望だったなと思います。で、残念だなというふうに思った部分で言うと、私たちも、実は私も、少し遅刻していったんですけど、最初の部分でどういう説明があったのかわからないんだけれども、そもそもの検討委員会の場っていうのが、検討委員会というか、プレゼンの場っていうのが、その本校区の土地の利活用を考えていく上での検討委員会の皆さんの、そのアイデアの種にしていくから、県民からいろんな意見を聞きたいっていうはずの場だったにもかかわらず、なんかまるで審査会のような、コンペのような、感じで、本当に無償で、ある程度というか、皆さん顔も名前も出して、あそこの場に臨んで、オンライン配信もされている中で、その、プレゼンの内容へのダメ出しだったりとか、なんだろう、批判めいたコメントだったりとか、すごく上からものをおっしゃるような方がいらっしゃったりみたいなことで、それはその場のあり方としては、いい場を作りたいっていう共通の土台があるはずの場としては、ちょっと不適切だったんじゃないかなっていうふうに思いましたし、なんていうの、単純な意味での失礼っていうので言うと、例えばもうマイクのクオリティが悪すぎて、会場にいる私たちですら、発表者が何を言ってるかよくうまく聞き取れなかったりとか、オンラインで見てるメンバー、セルフメンバーもたくさんいたんですけど、その質問者だったりとかの発言が聞き取れないから、オンラインで見てると何の会話をしてるかうまくその文脈が理解できないみたいなことがあったっていうので、とか、どれも県のやつはほとんどそうなのかもしれないと思うんですけど、YouTube のところで、視聴者がコメントをつけられないようになってるとか、そういう意味では、もうちょっとうまく準備をしたら、そこら辺のクオリティってそんなに難しくなく上げられるはずなので、そこら辺はきちっとできると、こういう時代なので、より良かったんじゃないかなっていうふうに思いますもう本当に全くその通りで、ね。どこまで開こうとお考えなのかなっていうのが、別にわざとマイクのクオリティを下げるとか、そんなことは逆に難しい。そういうことはないと思うんですけど、しっかりとオンラインで、あそこの場に来れる人って、やっぱり平日だし、
なかなかいないと思うんですね。平日の昼間からあそこに来れる人っていうのは。だから、もしやるんであれば、休日の方が良かったんじゃないかなと思うし、検討委員の皆さんのスケジュールを最優先したっていうことなのかもしれないんですけれども、ただ、開くべきは民間というか、県民なので、その日程の調整もしかり、で、そのマイクとか、アーカイブして広めるのであれば YouTube でしっかりと残すべきですし、そうするとカメラのアングルであったり、マイキングであったり、まあそういうところも、もう少ししっかりやらないと本当に開こうとしているのかっていう、そこの部分の失礼、設計もそうだし、検討員、僕らがですね、それで、まあ逆質問をしたりとか、まあやっぱり聞きたいこともいっぱいあるんで、要は、僕ら以外に逆質問した人っていないんですよ。要は、その対話になってないんですよ。一方的に発表します。それに一方的に公表しますって感じになってしまっていて、ちゃんと、双方向の、僕らも一貫して議論じゃなくて対話って言ってきているんで、プラン A が正しいので、これを何とかねじ込んでくださいとか、そういう話じゃなくて、対話の中で、妥協案じゃなくて、統合案を作っていきたいって思ってるわけですね。なのに、いや、その案だと弱すぎるからやめた方がいいよとか、これ駐車場どうするんですかとか、テクニカルなこの運輸との取り合いどうするんだとか、そういうテクニカルなことをめちゃめちゃ言う、まあ、おっしゃるわけですね。それは向こうはプロなんで、そういうところは気になるかもしれないけど、だけど、こっちはそういう意味ではプロではないわけですよね。だから、こういうアイデアがある。市民はこういうのを求めてるとするならば、それに対して、じゃあどうやったらそれが実現できるのか、それは技術的に難しいんだったら、この辺はどうにか融通できないかとか、そういう双方向のキャッチボールがあって叱るべきだと思うんですけど、まあそういう、このプランだとちょっと甘すぎるみたいな感じのが出てくると、物を言えなくなってしまう。一般市民は。だから、僕らもそういう質問はあったんですけど、であれば、それはどうやって実現できるんですかとか、それをお考えになるのが、プロたる、行政の方々の仕事だと思うので、ちょっとその辺のですね、知識のずれというか、設計が甘かったなと正直思うんですけど、とはいえ、まあ、多分、市民、県民がですね、なんか今まで、いろんな意見を出したり、いろんなところで発表したりしてなければ、あの場すら開かれなかったと思って、まあ、そういう意味では大きかったと思うし、これがやっぱり2回3回あるべきだろうなっていうふうにも思います。逆質問っていうのが自分だけだったということで、最初こっちから質問していいですかって坂口さんが言ったときに、質問するんですかみたいな感じでしたよね。で、拍手が起こった場面が、担当者は今日来てないんですかっていう話をされて、いや、担当者って何のことですかって向こう側がなって、いや、長である知事ですよと、ということで拍手が起こって、時間が来てますので、これで、こちらからちょっとよろしいですか。今日ですね、ご担当者がいらしてないのはなぜなんでしょうか。担当者というのは県の方ですか。今日、この提案をまとめるにあたって、まあ、かなりの時間を我々も使って、で、234名の方々っていうのは、非常に忙しい仕事の合間を縫って、平日にこうやって集まってるわけですね。で、ここに、なぜその担当の責任者である、知事がお見えでないのかが、誰かお分かりであれば教えていただきたいんですが。すみません、事務局の方からお答えさせていただきます。すみません、事務局からお答えさせていただきます。この利活用のアイデアにつきましては、検討委員会の方において募集をかけさせていただいたものです。で、本日募集をさせていただいた、検討委員会の皆様におきまして、より詳しくお聞きしたい方について、本日この場でいろいろお話をお聞きするところです。以上です。よろしいですか。検討委員会と、知事とは全く別ということなんですね。はい。
知事は当日は来なかったわけですね。当日はいらっしゃらないですね。ポスター、プレゼンみたいな、その前日にちょっとだけ来られた。はい、そうですね。そこの部分だけすごく報道されていたので、すごく熱心に見ていただいたんだと思いますけど。緑というのは壊すんじゃなくて、なんていうんですかね、お金をかけて作っていかないといけない時代にこれからなっていくんじゃないかな。 SDGs とかですね、意図には合ってないところもあるんですけれども、町全体としてはね、緑が豊かな方がいいですね。スポーツコンベンションセンターを整備するにあたって、どういうふうな施設として整備をしていくかといった点についてはですね、いろんな参考になるご意見もあるんじゃないかと思っております。まあ予定では10分だったそうですね。で、熱心だったので15分になった、15分ぐらいになったみたいなことを言われてましたけど。確かに各社の報道を見たら、結構塩田さん、その日もいたんじゃないかぐらいの感じで出てましたもんね。そうですね。だから、まあその辺がお上手といえばお上手だし、上手じゃないといえば上手じゃない。一般的にはあえてマスメディアに出れば、あ、ちゃんと見てくれたんだっていうふうに思う方の方が多いでしょうね。だけど現場にいた人たちからすると、このプレゼンテーションの場にこそ来るべきなんじゃないのって思った人が結構多かったんじゃないかと思うんですね。なのでまあ拍手になったかもしれませんけど、はい、先ほど古川さんが上から目線の質問だとか、コンペみたいだったと、審査されてるって感じだったというのはちょっと突っ込むと、まあ、岩崎回答かなという気はしてるんですけど、マンドコロさんの時、坂口さんいらっしゃいました？はい、ギリギリ、あ、いや、その時は車の中で、運転しながら YouTube を耳で聞いてました。ご質問ございますか？マンドコロさんはですよ。はい。今の計画を見ると、まず、ドルフィンがポート跡地にですよ。はい。県外いわゆる体育館。はい。まあ、アリーナで。称しておりますけど、はい、まあ、僕はこれは言葉遊びだと思ってますが、体育館ですね、はい、議会で場所はもう承認されてると、ひっくり返されてると思いますか？やはりそれは正当な手続きを踏まれて決まってきた事項というのは認識しておりまして、で2月にその公募が始まった段階で、まあ、僕は正直県のアリーナ構想 の敷地を前提として最初はスタートしたんですね。まあ、ただやはりこうデザインしていく全体像を自分で提案していくにあたって、やはりこう正直エリアに30メートル級のボックスができた状況から全体像をデザインしづらかった、できなかったっていうのと、やはりちょっと繰り返しになりますが、ドルフィンポート跡地に今の計画のまま建ててしまうと、資料とはちょっと齟齬のある景観的な問題であったりとか、ウォーターフロントパークに、まあ、これだけ影がかかるんだなということもやはり発見にもなりましたので、やはり自分 の今回パブリックコメントとして提案するにあたっては理想的な提案として出すべきなんじゃないかなと思って、4月に提案させていただいた次第でありまして、まあ、ちょっと失礼な言い方だけど、はい、単なる提案としてはいいんでしょうけど、その提案がこの世の中で実現するためにはですよ、その伊藤さんがリコールをされたように、塩田さんをリコールしない限りは、あそこの場所に体育館はできると思いますよ。岩崎会長が、君はちゃんとした手順で県議会でも決まったこの立地の場所だとか、そういったのっていうのをひっくり返せると思ってんのかいとか、はい、それはあなたのこう感想ですよねじゃないんですけど、君の意見だよねというような感じっていうのがあったと思うんですよね。そもそもどうなんですかね。私、こんだけ県議の方にインタビューしてても、岩重里子さんは、いや、まだ何も決まってないよって言うし、でも自民党を中心に県議の方も基本的にはもう建てることだとか、立地とかはもう決まったよって言ってるし、で今回のプレゼンも体育館はありきで考えてくださいっていうふうには立て付けがなってたし、そこら辺どうなんですかね。坂口さんに聞かれても困るかもしれないんですが、お二人にどうなんですかね。要は、議会では承認されてないんですよ。決まってないんですよ、ね、
決まってないんですか？はい。決まってはいないけれど、うん、本当は決まってるんでしょうね。っていう感じですよね。要はもう水面下でもうほぼ決めてるんじゃないですか。そこら辺のあり方っていうのはどうなんですか？そこがだから常にねじれてますよね。うん、まあ、これこの問題に限らないんでしょうけどね。どの問題というか、どういう大きいプロジェクトでも、もう水面下ではいろいろ握ったりしてるんじゃないか。これはもう憶測でしかないので、もうわかりませんけど。だけど、議会で承認されてないのは、だけが事実だと。現実。うん。なので、それは本当に民主主義国家としてどうなんだっていうふうには思いますけど。だから、それをこう、自民党の先生方なのか、ちょっとそれは誰がおっしゃってるのかちょっとわかりないですけど、もう決まってるって言っちゃってるっていうのは、本当はまずいと思うんですけどね。古川さんは、そこら辺のところの憤りとかないですか？何に対しての憤りですか？もう決まってんじゃんと。うん。南日本新聞も取り上げてましたけど、うん、今回の234件で、ここで体育館建てるって決まってるっていう前提で出してんのに、234件のうち8割は、それを無視した意見だったみたいな。うん。それって、大きなことだと思うんですよね。うん。その8割が、うん。っていうのは、要は、県民に伝わってないわけですよね。うん。で、議会でまだ決まってないっていうことは、僕らにはその情報しかないわけですから。その前提で、で、しかも本校区の利活用に関わる検討委員会って言ってるので、利活用するに、だったらこうがいいんじゃないかって考えるのは当然のことだと思うんですよ。うん。だからその、執行部の県の方の伝え方、コミュニケーションにやっぱり問題がまずは、あるでしょうね。もう決めてるんだったら、もう決まってるんだって、ちゃんと議会で承認すればいいはずなんだけど、それができないでいるわけですよね。で、それが伝わってないので、それをアイデアを出した県民のせいにされても困るかなっていう気はしますよね。うん、で、商工会も以前は新聞広告を出すぐらい反対してたはずなので、うん、それをなぜ、言わなくなったのかなっていうのもちょっとよくわからないですね。全くその辺は情報がないです。だから、憶測でしかないんで、憶測で物を言うことができないとすると、そこはなんでそういうふうになっているのかは全くわかりません。コミュニケーション不足っていうのが、もういろんなところで起こってるなと。当然、県民との間でもそうですし、県と市っていうのの、コミュニケーション不足、スタジアムの問題で表出してますし、あと、ね、じゃ岩崎会頭たちとこううまくいってるかというと、うんうん、あの時に、そうなんだと思ったのは、そのコンベンションセンター機能を持たせてほしいとは言ったけど、そんな5000人だとか1万人だとか、そんなの作られても使えないよと、1000人から2000人ぐらいのやつを、年間200日ぐらい回したいと思ってるのに、5000人なんて作ってどうすんのって言葉も岩崎会頭からその時あったんだよね。いや、なんか言ってましたね。一つだけちょっと認識を改めていただきたいのは、はい、会議所が作りたいと言っているのは満室施設でございまして、はい、いわゆるアリーナみたいなものが我々の言っている満室マーケットでの武器になる施設ではないわけです、うん、これは鹿児島県がコンサルタントを使ってさも我々が求めている満室施設がアリーナがとりあえず代用できるみたいな話をしたので私は県にそんなことは言ってないと。いわゆる、ホテルのいるいらないは置いときまして、ね、どちらかというと何千人も会議ができるものなんか求めておりません。1000人とか2000人もしくは3000人の学会とかいろんな業界団体とかそういう会議を1年に200個なのか300個なのか持ってこれるのが今地域間競争の一番重要なんで、5000人がいる箱を作ってもらっても多分鹿児島県だったら年に1回か2回しか使うんでしょうね。でそれはだから体育館ですからどうぞ作りください。はいね、しかもそういうのは昼間の学会だけじゃなくて夜は大体パーティーをするわけですよ。立食でも1000人できれば2000、はい、我々がどうしても作らないといけないのは城山にたった800人の
会場が1個しかない。長崎はこの間、そういうと、ね、あの委員の方が見に行く、もう完全に我々は長崎と戦った時に負けますっていう危機感があっていう意味では、ちょっとあなたがこっち側のホテル側にどれ程度の施設を考えているか別にして、うん、アリーナと、アリーナができて、それが利用できたに越したことないです。会議所が持っているコンベンションシティの目は別にアリーナは負けであってもいいです、うんうん、というところはちょっと認識を改めていただきます。そもそもなんか1万人のコンサートができるようなのを作りたいだとか、コンサルにお金払ってこれ作ったっていう話でしたけど、うんうん、そこら辺の前提条件って本当かなっていうのは明確でしてましたよね。うん、はい。だから、僕らもプレゼンを始めるときに、なんかいろんな意見があるんで、ゼロベースで一旦考える。うん、で、本国のグランドデザインっていうのは、こういう、一言で言うとこういうことですよね。365日、地域内外の人と賑わう場所にすると。で、国内外のいろんな事例を見てきましたっていうのを、これももう数千万かけて作ってるはずなんですよね。2019年。で、それ考えると、で、しかも、プレゼンの時も言いましたけど、鹿児島の街の構造ってこういう形になっていて、中央駅から、で、関町エリアから、関町っていうのはアップタウンですよね、昔でいうところの。で、こちらの方はダウンタウンですよね。だから今はこちらが中心市街地になってますけど、こっからの道っていうのが、全部こう放射状に本国の方に集まっているっていうのが、かつてはここから人も物も情報もいっぱい集まっていっていたので、それをこう、街に開いていったっていう意味でも、非常に重要な場所なんですけど、ここを365日にぎわおうとすると、普通に考えると、別に奇抜なアイデアとかじゃなくて、現在ある水族館であるとか、埠頭とかですね、この辺全部埋め立て地なので、ここに、種役、三島と島だけで80万人年間人がこう、通行していて、桜島だけで455万人も行ったり来たりしてるわけですよね。その人たちが365日24時間って言うと、こういう形になる、考えるのが普通じゃないかなっていうだけなんですね。だからゼロベースで考えたらこうなるんじゃないですかと。で、コンベンションも別にありますし、ここに戻るんで。体育館もここに建てるんじゃなくて、ちょっとずらせば、体育館なんて稼働しない日数っていうのはかなりあるんで、コンベンションもそうだと思いますけど、そういう時でも、賑わうことはできるし、催しがあれば、その辺の人たちが流れていったり、名山や天文館の方に行くこともあるだろうし、もっと言うと、スポーツコンベンションって1個にしちゃうと、どっちかしか取れないわけですけど、中規模、小規模のものを2つ作っておけば、両方取ることができるし、美味しいところ取りないんじゃないかなっていう。ふうに思いますけど。2回坂口さんにインタビューして、はい、で、直近のインタビューの時って、ちょうどスタジアム本題がこう大きくなった時だったんですよね。はいはい、で、はい、住吉の方にコンベンションで、バスターミナルとかかな、北ふ頭ではなかったと思うんですけど、はい、の方にスタジアムということだったと思うんですけど、はい、今回はスタジアムは入っていない。そうですね、入ってないですね。スタジアムはちょっと市の方がどういうことを考えてるのか全然わかんなかったので、うん、僕らのプランには一旦入ってないんですよね。うん。うん。真所さんのやつだと、確かここにスタジアムを建ててっていう感じだったので。でしたね。はい。全部行けるみたいな話だったと思いますけど、うん、やっぱり、公安の方々からも、ここは荷さばきどうすんだみたいな話が出てきていたりしたので、うん。ただその辺に関しては僕らも情報が全然ないわけですよね。一般市民がほとんどここでどれぐらいの量の荷さばきがあって、どれぐらい貨物に流してるのかとかちょっとわかんないので。それ考えると、そういうことも、もしかすると考慮すると、ここにスタジアムがあって、体育館もあって、コンベンションもあってっていうと、確かにちょっと大変なのかもしれないっていう気はします。向こうとしてはこうアイデアを、皆さん持ってきたんですよね、と、こういうような感じで。でも坂口さんはビジョンを持ってきましたっておっしゃいましたっけ？そうですね。はい、僕らは、はい。一貫して。
ビジョンを持ってきたということで、まあ、具体的に、まあ、自分たちが提案するなら、スタジアムもここら辺にとか、まあ、そういった案があるわけではない。要はですね、アイデアっていうのは本当に末端ですよね。ここにお店を作るが、何のお店を持ってくるのがいいかとか、どの方のっていうのは、本当にこう、最後に考えるべきだし、その時代に合わせて変わると思うんですよ。うん、なんですけど、今僕らが感じてるのはそこまでも行ってないっていうことなんですよ。うん。うん。どこに何のお店を出しますかみたいなことっていうのは様々なことで、そのアイデアはみんないくらでも出てくると思うんですけど、それよりも前にここをどう使うのかっていう方向性が見えてないから、なのでブレると思うんですね。なので県のアイデアっていうのもここに体育館を建てるって言ってるだけで、なぜここに体育館じゃなきゃいけないのかとか、じゃあその体育館はどういうふうにするのかとか、そういうことを全くビジョンというか方向性語られないから、みんな本当にこれでいいのかってなっちゃってるので、やっぱりそっからだと思いますけどね。そこを整理しない限り、いつまでも、決まらないというか、まあ、決まってるのかもしれないですけど、いつまで経っても、みんなこれどうなのっていう声が収まらないと思うんですけどね。リーダーとしてこう、ビジョンを決めてもらわないと、アイデアどころの話じゃないっていう感じですよね。と僕らは感じてますけど、うん。今あったように、時代によって違うし、まあ、その時代の流れっていうのが、どうやら早くなってるということで言うと、建て替えたりとか、こう、可変しやすいものの方がいいっていうお考えまでは発表されてましたよね。そうですね。だって、一回多分体育館建てたら50年ぐらいあると思うんですよ。うん、現体育館もそうだし。50年後スポーツが今の形であるかって誰もわかんないですよね、うん。で、コンベンションにしても、本当にそういうものが必要になるのかとか、ここまでオンラインも発達していてわからないし、すぐ近くの香港の空港に今もう巨大なコンベンションセンターを建てようとしてるみたいですけど、もうホテルから商業施設からもう全部一体で作ってるんですよ。ものすごい巨大なんですよ。もうそういうところに国際会議とか便利なんで、ハブ空港だし全部持っていかれると思うんですよね。そうなったときに、じゃあ、ここのコンベンションの立ち位置って何なのかとか、あと10年、20年、30年後、どういう形で人が集う未来を、予測することは不可能ですけど、こういうふうにしたい、だからこうするっていう形で考えないと、なんかその、こう、意思が見えないと、なんか、まあ、どちらかったものしかできないんじゃないかっていうふうに僕は感じてるんですけど、あれこれ何のために作ったんだっけっていう。できちゃったけど、買いづらいねとかっていう話はもうそこら中で聞くじゃないですか。うん。絶対なりますよね。今のままだとですね。うん、今、坂口さんの数値で表すとすると、まだ全然始まってない。10% も始まってないぐらいだと思うんですけど、でも、なんか行政の流れから言うと、もうスケジュールも決まったし、もう終盤ぐらいの、もう少なくとも中盤は過ぎてる感じで進められてるところがさっき言ったちょっと違和感だと思うんですよね。今後こうセルフさんだとか、どういった感じでこう進めていきたい、提案していきたい、どういうのを希望する。なんかあったじゃないですか。ずっとコロナの影響で頓挫してるのあるでしょみたいなのも前。はいはいはい、うん。なんかね、構図として、メディアとかも、その方が、分かりやすく描きやすいだろうなって思うんですけど、どういうことかっていうと、県とか、あるいは今出てる中で言うと知事とか、その他の、まあ、議会だったりとか、ある程度権力を持ってらっしゃる方だったりみたいなところと、民間の私たちセルフみたいなところがこう対立していて、あるいは私たちが県だったりとかのその規定路線に大反対してみたいな、その白か黒かみたいなのとか、こう何ゴジラ対なんとかみたいな、なんかそういう方が分かりやすいし、例えばこの間の何かのテレビの報道でも
坂口が野外イベントを主催しているから、している坂口さんに来てもらいました。やっぱりここは野外イベントとかできるような場所になった方がいいですかね、みたいな、はっきりしたこと、フレーズを忘れましたけど、何かそういうふうな、そういう単純な、なんか構造を作りたがるのかな、その方がいいのかなっていうふうには思うんですけど、私たちセルフとしては何も突飛なことを言ってるつもりっていうのは全くないし、今の、時系列どこまで遡るかによって、私たちがひっくり返そうとしてるのか、あるいは県の今の動き自体が辻褄が合ってないだけなのかっていうのは、またそのどの尺度で見るかによって違ってくるかと思うんですけど、例えば今回のそのプレゼンの前提の資料としても、私たちこのスライドで言うと3つ前のページ、365日のにぎわいを作るっていうフレーズが出ている、その鹿児島2019年ですね、のその本校区のグランドデザインっていうものは、私たちも拝見して、まさにこの素晴らしいものができてるじゃないかっていうふうに、まあすごく上から言ってるみたいですけど、とっても共感できる内容だったし、その私たちだけじゃなくて、そのこれから先の予測しづらい社会みたいなことを考えても、すごく地に足のついたものを県としても作ってるなというふうに思ってるんですね。で、それプラスその次のスライドで言うと、そのこれ私は全く知らなかったんですけど、坂口が一生懸命いろんな鹿児島の歴史に詳しい人たちに教えてもらいながら、その江戸時代ぐらいまで遡って、その時代から鹿児島の町っていうのがどういうふうに作られたのかっていうところを遡って読み解いて、かつこの2019年の資料も重ね合わせて考えた時に、つまり県が言っているもの、あるいは歴史が言っているものってこういうことじゃないですかっていう話を私たちとしてはしたつもりなんですね。だからあれをこっちに作りましょう、これをこっちに作りましょう、ここはこうしましょうみたいな、そういう、まあ、自分たちのエゴだったりとか、まあ、我で飲水的な、こっちの方が自分たちにとっていいっていうような視点っていうのを、私たちのそのプレゼンには入れてないつもりで発表してるんですけど、そういう意味で、その紐解いた上で、ここの場所っていうのは、より開かれた場で、よりその時代に合わせて、その変化していける街にすべきだし、そのこれまでのいろんなプロセスっていうのを考えた時も、私たちが決まったものをひっくり返そうとしてるんじゃなくて、もともと県が言っていること、あるいはもともと歴史がそういうふうに描いてきたものの延長線で言うと、こういうことじゃないかっていうのが、私たちが発表したことだと思ってるんですよ。少なくとも私たちはそう思ってるので、どうですか、塩さん。ちょっと、このプレゼンを作るときに、やっぱり一番最初にすごくキーになった言葉っていうのがあって、これなんですよね。西澤平さんっていう建築家が、言ったことを、僕らと同世代の建築家の、都市計画家の藤原、哲平という建築家に教えてもらったんですよ。都市は国家や資本よりも寿命が長い。これ結構、おっていう、こう、ズキュンときたキーワードで、要は今の鹿児島のこの町って、憲法がもう、大日本帝国憲法以前、もう江戸時代からずっと作ってきてて、鹿児島の町の方が日本という国よりも古いんですよね。だからそれ考えると、本当に、この町の構造っていうのが見えてくるなっていうようなところから僕ら考え始めて。で、ドルフィンポートなんて、本当に、せいぜい、ここ30年ですよね。ここ埋め立てたって。だからその時代に合わせて、ここの海だったわけだから、ここ。それを埋め立てて、時代に合わせて形を変えてきたんですよね。だからそれを変えられないものにこう固定しちゃうっていうのはそもそもなんかちょっと違うなっていうふうに思ったりするし、だから別に僕らがもうさっき古川が言った通りなんですけど、こっちがいいとか、ここをこうしてほしいとかっていうよりも、これは、このエリアとか、この土地がそういうものとしてずっと作られてきてるんだから、その文脈のもとに、作っていった方が、考えていった方がいいんではないかっていう、まあ、そんな感じですよね。だから、そこに、僕らはそんなに矛盾は感じてないんです。逆に、
ここにですね、大きいものを建てるっていうことには、逆に言うとすごく矛盾を感じる。コンテクストに反してるっていうふうに思いますし、東京でも汐留の方に巨大なビルをたくさん作った結果、今その銀座方面に海からの風が流れなくなっちゃって、ヒートアイランドが起きてるとかっていうこともあるんで、海辺に巨大なものを建てるっていうのは結構、他の国の例見ても、やっぱタブーだなっていう感じはあるんですよね。それこそデンマークとかアムステルダムとか、アムステルダムなんかもオランダなんで、土地が全くないとこなんで、もう水辺を見るとどうやって埋め立てるか考えるってオランダ人は言ってましたけど、そういうところも、街の構造似てるんですよ、鹿児島とアムステルダムって。こういうふうに放射状にこう水路とか、つなぐ道があったりとかして。だけど、ちゃんとその辺はこう水辺っていうのはきちっと開けて、で、なんで水辺が大事かっていうと、都市はどん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 土地の値段は上がっていくんで、集積していくんで、高い建物はどんどん増えるじゃないですか。鹿児島もそうですけど。だけど、海っていうのは海の中に高い建物は建てられないので、やっぱり都市の中で唯一開放感を感じられる場所っていうのは水辺だと思うんですよね。だからそこにを塞ごうとするっていうのは、本当にこう、未来型の都市計画からは、背を向けたやり方だと思うし、なのでそこの部分は、それを踏まえてですね、それでも作るというのであれば、じゃあどういうものを作ったらいいのっていうことをちゃんと示してほしい。例えば、高松の体育館なんかも、半地下にすることで高さを抑えてるみたいなことを、言ってましたけど、うん、なんかそういうですね、なんかその、こう、議論して戦わせて相手なのを潰すとかっていうことじゃなくて、統合していきたいんですよね。もうそれは本当、弁証法的な話です。なんか対応して、A もある、B もある。じゃあ、それを、折衷案とか妥協案じゃなくて、ブラッシュアップした C 案みたいなものを考えられないかっていう、そういうことなんですけど、まあ結構やっぱり相手方というか、県の方がですね、やっぱ構築化してるというか、もうそういうことができない状況になっているので、それは民主主義の国としてどうなんだっていうのも思いますし、あともう一つは、知事がものすごい優秀だなと思うのはですね、検討委員会なので、今回、県の担当者の方に、検討委員会と知事は別ですっていうふうに、まあ、おっしゃいましたけど、県民から見たら一緒なんですよね。うん、だって県が主導してやってるわけだから、うん。で、検討委員も県がお選びになってるので、これは県が主導してやってるというふうに見るので、ということはそのトップの担当者の一番のトップは、まあ、知事だと思うんですけど、でも、検討委員会は民間ですという言い方を一貫してしてますよね。だから、その、誰が決めてどうしてるかっていうのが、微妙にこう、わからないようになってる。そういうのは多分戦略的にやられてると思うんですけど、わからないようにしてると思うんですけど、すごく官僚的、優秀な官僚なんだなという感じです。うん。はい、県民から見たら、ずるいです。うん、ずるいですよね。そこに関して、セルフさんに、私だけじゃなくて、みんな期待してるんですよ。穴組み発表しましたけど、みんな個人ですよ。でも、セルフさんぐらいしか、県と対峙して、方向性をこう変えていくっていうのが、ちょっと重荷かもしれないけど、できる団体ってないんですよね、正直。だから、戦略というか、どういった感じで、その硬直化した行政っていうのを、手綱というか、こう、あれしていくのかなっていう、そこら辺をね、知りたいんです。前、坂口さんにインタビューしたときは選挙の前でしたよ。はい。もう今だから言えますけど、うん、セルフさんから、こう、県議選の出馬の人がいるんじゃないかとか、いるらしいよっていう噂ぐらいのこととかあったんですよね。うん。うん、でもまあ、実際そういうんじゃないと、こういうこと。だどういう戦略で、この硬直化した行政と、していくのか、なんか言えるところとかないですか。いや、本当今のまま言ったら、もう最初から坂口さんが言ってるこうダサい建物ができちゃう可能性がまだあって嫌なんですよね。そうですね。で、今回の7組の発表でも大体分かったじゃないですか。みんなこう緑残して憩いの場だとか、なんかそんな感じに来たいっていうのだけは分かったじゃないですか。植物園だとかいろんなアイデアあったけど。
はい、そうですね。あれも良かったと思いますよ、すごく。そうなんですよ。だから、うん、そういうふうにこう、ちょっと軌道修正していったら、ね、対話をもとにやっていけばいいと思うんですけど、はい。そこら辺のこう方向づけができるっていうと、個人じゃなくて、やっぱセルフだというところで、うん、ちょっと踏み込んでそこら辺聞きたいんですよね。今回、私たちも少し見えたって言ったら、その今後どうやっていくかが見えたっていうことではなくて、そのほぼ初めてじゃないですか、県のその現場レベルでの担当の方とその対面で割と本音の部分みたいなところが話せたっていうのは、私は初めての場だったんですけど、今回のそのプレゼンの当日っていうのがあのでしたし、特にそのプレゼンの日に坂口がこう 逆質問をした後からなのかっていうのは、あの結構 その後実は私たちはそのカメラの回ってないところで県の担当者の方といろいろお話をしてたので、あの失礼ながらその検討委員の皆さんが一言ずつ最後意見をお話になったところを私個人は聞いてないんですね。でなんですけど、それをあの他のメンバーは聞いていたりとか、あとその間にあの県の担当の方とちょっといろんなお話をする中で、あのまあ、それらを通して感じたのが、一つはですね、鹿児島県としてはこれだけのエリアにこれだけの予算をかけて何かを作るっていうのが、まあ、ほぼ初めてなんですよっていう、うん、その中 それでそのどうやっていっていいか、ぶっちゃけあんまりうまくその最初からデザインしきれてない部分っていうのはあるのかなっていうふうに思ってますし、その逆を言うと、逆をっていう、まあ、変な言い方ですけど言うと、今回この少なくともこの検討委員会は民間だというふうに主張してるのかもしれないですけど、それでも県主導で県の職員たちも集まってあの場が開かれて、でその公開のプレゼンの中で体育館ありきのプレゼンの内容だけじゃないものがきちっと選ばれてあの場ができたっていうのは、すごく中では大きな変化が起ころうとしているという現れじゃないかなと私としては思っていて、そうでなければあの体育館前提じゃないアイデアを最初からボツにすることもできたはずなんですね。で検討委員の皆さんたちもそのやっぱりここっていうのをどう良い場にしていこうか、で検討委員の皆さんたちにもそんなに大きな権力というか決定権があるわけじゃないはずなんですよね。そこの中でそのより良い場に、あの日も検討委員の皆さんたちは手弁当で個人として参加しているっていうふうに県の方から聞いたんですけど、あのそういうふうに、まあ、検討委員といえども個人の時間を割いて、あのポスターセッションから含めると3日間時間を割き、ここをより良い場にするためにその体育館じゃないっていうアイデアもきちっと聞いていこうっていう場所がまず開かれたっていうのはすごく大きな変化だと思っているし、ここのところでそのどう権力者と戦うかみたいなところももちろん大事なんですけど、あの、ね、こういうメディアとかを上野さんが作ってらっしゃるのもまさにそのためじゃないかと思うんですけど、やっぱりそのこの問題に関しても諦めてる人たちだったりとか、そもそもまだ知らない県民っていうのが圧倒的多数だと私たちは感じているし、その今ね、上野さんがもうあとセルフぐらいしかいないんだっていうふうにすごく、うん、あのありがたい、ありがたい、本当かなって思いながら、本当ですよ、本当、私たちにはそんな力はないんですけどそれでも、まあ、ある程度その固まってある程度の塊として私たちは動いているので、個人ではなくてね、そういう意味であのこれまで坂口を中心にこの問題についていろんな人と話をしたりとかしていく中でそのセルフが力があるからっていう意見も多少、セルフは力はないんですけど、そういう意見よりももっと多かったのが、あの
なんていう表現が多かったかな、修さん。まあ、つまりは、僕らには社会的立場があるけど、君たちみたいな根なし草は、そうそうそう、しがらみがね。そう、しがらみがないから、自由に戦えるから、すごく応援してるよ。自分たちは表では言えないけど、本当は君たちのことを、言ってること、やってること、男性なんだって言ってくださる方たちっていうのはすごく多くて、ある程度のところまでこの問題が県民の大きなイシューとして知られて、ちょっとマジョリティっぽくなってきたら、その日和味噌っていうか、大きな声では言えないんだけど、立場があるから言えないんだけど、僕も実は反対なんだって言ってらっしゃる方たちが、ちょっとずつ変わっていく可能性ってあると思うんですね。だからまずはこの後で言うと、セルフはより多くの人に知ってもらう、よりできればその若い層に知ってもらうために、タブロイド紙、この問題についてのメディアを作ろう、紙媒体を作ろうとしてるんですけど、そういうものを使ったりとか、こういうその YouTube での配信みたいなものっていうのを、より一人でも多くの人たちに見ていただいて、そのちょっとこれまでとは違う風が吹き始めてるよっていうのが伝わっていくと、それがやっぱり大きな、知事選もね、そう遠くない未来に控えてますから、ちょっとずつ変わり始めるんじゃないかなっていうのは考えてるし、セルフとしてはこの問題っていうのを諦めずに、良い形でどこに体育館作るみたいな、そういう小さい話ではなくって、プロセスも含めて県民が納得できたりとか、他の自治体から見た時に鹿児島ちょっと残念だねっていうふうには見られないような、その決まっていき方っていうのがされていくと、ちょっと未来が明るいんじゃないかなみたいな、そんなふうに思ってますね。その今古川が言った通りで、そのティッピングポイントってあると思うんですね。うん、こう多くの人が要は今僕らはラウドマイノリティだって言われていて、うん、声がでかいけど反対してるのは少数派だって言われてるんだけれども、どうもそうじゃないぞっていうことがじわじわ分かってきてると思うんですよ。これだけやっぱり234人がですね、わざわざ自分の時間を割いて、まあ、いろんな表現手法とかいろんな意見も当然あるけど、何らかのアクションしたっていうのはかなり大きいことだなと思ってるし。で、それを県が誘発しちゃったわけですからね。パンドラの箱を開けたとも言えるし。で、これが、やっぱり、あ、みんなそう思ってるんだよ。そう思ってる人、やっぱこれだけいるんじゃないっていうことになってくると、やっぱり、その、潮目が変わるというか、そういうことは起こり得るだろうなと思ってるので、その、あれですね。よく言われるんですけど、知事選が次あるんで、うん、知事を誰か出さないのかと、セルフを押さないのかっていう話があると思うんですね。うん、で、それすごいよく言われるんですけど、でも、確かにこの問題って首長が変わったからこうなっちゃったんですよ。前の首長が良かったとは決して思わないけれど、前の時に作ったグランドビジョン、グランドデザインを次の首長がひっくり返したっていうのが、今この問題のねじれの発端ですよね。ひっくり返したというか、もともとあった話を、2代前の知事がやって、言ってたことを次の知事がひっくり返して、それをもう一回ひっくり返して元に戻したっていう、そのレジリエンスというか、良くない意味での、まあそういうことがあると思うんですね。二代前はそれでリコール運動にまで発展するみたいな話になっちゃったんで、うん、なので、首長を変えても変わらないと思うんですよね。首長を変えればいいっていうのは、僕は民主主義の敗北だと思うんです。なるほど。首長変えれば早いんですよ。早いんだけど、それだったら究極的にはファシズムになってしまうから、首長が変わって一言、いや、これもうなし、全部白紙撤回って言ったら、昔、青島都知事が東京都市白っていうのをやめた時みたいに、可能だと思うんですけど、それって、全く民主的なプロセスじゃない。僕らが求めてる民主的な対話の中から作っていきませんかっていうのと、反しちゃうんですよね、それだと。結局、社長が変わったら、ロゴから何から全部変わったよみたいな、なんかそういう話になっちゃうと、それはやっぱり違うなと思って、わかりづらいし、時間もかかるかもしれないけれども、やっぱり潮目を変えるっていう、本当はみんなそういう流れなんじゃないかっていうふうに変えていくっていうのが、
まあ、僕らがやるべきことなんじゃないかとは思うんですけどね。ここら辺は坂口さんも関してますね、最初のインタビューの時から。まあ、でも、今回のプレゼンの時に、一つ笑ったのは、岩崎さんが、万所さんの時の質問で、君はひっくり返せると思うのかと。ひっくり返すんだったら、伊藤さんの時と同じように、塩田さんをリコールしないといけないよ、口が悪いけどね、ははは、みたいなのもあったんですよね。はい、はい。そんな前置きしたら何言ってもいいのかと思ったんですけど、一つ、そういうリコールだとか、知事が変わればっていうことは考えてないと、こういうことなんですけど、まさにそこら辺の、こう、具体的な手法っていうのを聞きたいっていうのが最初のこう質問で、今、知ってもらえればだとか、ゆっくり時間をかけてっていう言葉もありましたよね。っていうところで言うと、セルフさんとしては、ちょっと一旦この29年オープンだとか、知事選の前だとか、それにはもう決定するみたいな、なんかスケジュール感が出たじゃないですか。そこを撤回してもらうっていう攻め方っていうことですか？そうですね。そこを、まあ、撤回なのか、決まってないのにご利用しするっていうのは、それこそおかしいわけですよね。なので、スピードダウンを求めている。そうですね。スピードダウンっていうか、進められないんじゃないのって思ってますけどね、うん。本当に進められるんですかっていうふうに思ってますけどね。いろいろ矛盾を抱えたままなので、うん。それこそ明日までが募集期限になってる原発の20年延長っていうのを反対する人たちの取った方法は、人民投票っていうに かけてるわけですよ、はい、うん。そこら辺を攻めていくだとか。県民投票は僕らは以前、陳情の時に求めました。うん、ただそれは、予算がかかりすぎるっていう理由で否決されたんですよね。で、まあ、原発の問題はちょっと僕も、深く、それについて、調べたりしてるわけじゃないので、個人的には思うところもありますけど、別に団体だからとかいうことじゃなく、ちょっとコメントできるような情報があまりないっていうのはありますけど、うんうんうん、ただ僕も原発の稼働延長は絶対しない方がいいと思ってるんで、40年も使ったポンコツの車に乗ってる人も誰もいないんで、うん、燃費、そんな燃費悪いようなね。それを廃炉して作り変えるんならまだしも、まあそうじゃないわけだから、まあ、そこにもやっぱ矛盾があるなと思うし、その矛盾がどっから来るのって、本当これ、それはこのドルフィンポートの大化もそうなんですけど、経済合理性だけですよね。文化とか、そういうものを一切無視して、経済的なことだけで言うと一番安く作れるし、早く作れるしっていう、なんかもうどっかの牛丼屋みたいな、言い方しちゃうわけで、それで、それでいいのかっていうのは、もうほとほとなんかもう苦笑いしか出ないよみたいな話になっちゃう。だけど、それで、地域の街の未来を決めていっていいのかっていうのは絶対あるんで、ここに関しては、もっと時間をかけた方がいいと思うし、50年残るものを1年や2年で、いや、今までも10年以上議論したじゃないかっていう人いますけど、いや、もっと時間かけていいと思いますよ、本当に。うん、スピードダウンをしていくっていう感じですかね。そうですね。結局民主主義ってそういうことだと思うんですね。うん。ああでもない、こうでもない。日本の寄り合い民主主義ってすごく悪口言われますけど、だけど、一人がボーンと決めて、その一人が間違えたら、全員がこけるわけですよね。それでこけちゃった悪い例ってたくさん世の中あるじゃないですか、今まで歴史的に。それこそ歴史的に、うん。で、日本にもそうやってたくさん無駄な箱物っていっぱいあるわけだし、うん、分かっているのにやめられないっていうのは、非常に危険だなと僕は思いますけどね。本当反省しないですよね。でも反省って悪いと思ってないんでしょ、県庁の600億だとか、県民交流センターだとかですね。まあ、良かれと思ってるんだと思うんですよ。うん。うん。だからそこを責めても、しょうがなくて。うん。でも、良かれと思って、みんなが良かれと思ってるけど、良かれと思ってるのに良くない結果が導き出されてしまうっていう、なんかその、構造的な話ですよね。だからやっぱそれを変えるには、本当に潮目を変えていくみたいな、ゆっくりしか聞かないけれども、時間をかけて、
時間をかけているうちにいろんなこと起きると思うんですよ。台湾有事があったりとか、うん、そんな時に体育館とかでやってていいのかみたいな話になったりすると思うんですよ、うん、スピードダウンすれば確かにね、こう今回のプレゼンのアイデアでも、ね、緑に来いみたいな感じになってるし、認知されればもしかしたらいい風に案が変わっていってくれるのかなという気はするんですけど、そこでちょっと頭痛いのが、スタジアムっていうのがなんか回答期限を求められた的なのもありませんでしたか、はい、J リーグから。みたいですね、はい。そこら辺でちょっと焦っている、うん、スピードダウンできないっていう事情も出てきたりするんですかね。そうですね。まあ、それこそ僕らに情報がないところですけど、体育館も同じようなものであると思うんですよ。うん、県だけでこの巨大な予算って消化しきれないっていうふうに聞いているので、そこはもうそれこそ僕らもプロじゃないので、詳しい方に教えていただきたいぐらいの部分ですけど、まあ、国からお金引っ張ってこようとしてるはずなんですよね。そうすると早く結果を出さないと、うん、まあ、結局行政の予算ってもうパイは決まってて、それのこう取り合いになると思うんで、他のところに取られちゃったらこっちに回す予算がないとかいうのがあるんじゃなかろうかと思います。ただその辺は全然わからないんで、うん、憶測の域を出ないんですけど、まあそれで焦ってるのかなというふうにも思ったりしますけどね。だけど、決める理由がそれですかっていう話になるわけですね、逆に。うんうん急がなきゃいけないからもうここでいいよっていう話になるんだとしたら、それは誰のためになるんですかって話だと思います。ありがとうございます。はい、では最後、このグランドビジョン協議会の今後のイベントだとかそういう宣伝でも、ドルフィンポートの問題に関するご意見でも、最後まとめを一人ずついただいて終わりたいと思います。そうですね、この問題に向き合い始めて、まだだいぶ早い段階で、私たちが出会った本で、来るべき民主主義でしたっけ、主さん。うん、っていう本があるんですね。それ10年以上前に書かれた本。10年以上前の問題だと思うんですけど、日本で、この問題について私たちが SNS でいろんなことを発信したりとか、セルフが主催している薩摩会議っていう場で、この問題について議論したりする中で、日本中のいろんな地域で全く同じ構造の問題っていうのが、本当にもう見本市のようにたくさん起こってて、で、この問題がどう動くかっていうのが、鹿児島県民、私たちのそのあそこのドルフィンポートっていうね、小さな場所に体育館が1個建つかどうかっていう、そういう問題でだけではなくて、その大きな話題、つまりはそのこういう民主主義とはどういうことだっていうことだったり、その行政が何かを決めていくプロセスだったり、その、もっと簡単なところで言うと、箱物をいまだにそのどんどん作っていってるっていうような時代錯誤なそのことに対して、他県の方たちもその希望を持って見てくれてるところってすごく大きくって、もしかしたら今回のこの鹿児島の問題が少しでも違った動きがされていったら、私たちの町の問題も変わっていくかもしれないっていう話って結構多く聞くんですね。そういう意味でも、対話って言ってて、対話あれなんですけど、その、ね、知事が変わればいいとかそういう問題じゃなくて、私たちとしては県民の一人としてより良いアイディアを揉んでいきたいっていう、ただそれだけなので、より多くの人に知ってもらって、大きな広がりを見せていくと、いいじゃないかなと、何の宣伝でもないし何の決意表明でもないんですけど、個人的にはそういうふうに思っているところです。なのでね、この番組も少しでも多くの人が見てくださるといいなと思います。この体育館の問題は体育館だけの問題じゃないと、うん、今後の鹿児島の街づくり、民主主義っていうものが問われている、はい、まさにそうですよね、うん、はい、坂口さん、
最後、締めをよろしくお願いします。そうなんですよね。だからその民主主義とかっていうと、なんかこう急にね、なんかこう遠い話のように思っちゃうと思うんですけども、この間デンマークに行ってきて、んで、もう本当に北欧の国のその民主主義の浸透具合ってやっぱすごいなっていうふうに思ったんですよね。うん、本当に一国の大臣みたいな人に高校生が堂々とみんなの前で、僕はあなたがやってる政策はちょっと違うと思うっていう意見ができたり、それに対してちゃんと答えるみたいな、うん、日本だとちょっととてもじゃないとありえない。質問をまず事前に送って、それで余計なこと言わないかどうかみたいなことをチェックしてみたいな。もう完全にお上に対して物申すみたいな、何を言うみたいな感じだと思うんですね。だからこの間僕が逆質問した時も相当県の方は慌てたと思うんですよ。うん、こう公開されてる場で何言い出すんだこの人みたいな感じだったと思うんですけど、だけど建前だけではあったとしても日本は民主主義の国ってことになってるわけだからおかしい話じゃないんですよね本当は。でそのさっき言った通り首長を変えればもうあの人を辞めさせようっていう話になればですね、一発で事が済むっていうのはみんなスカッとするかもしれないしわかりやすいんですけど、ことはそんな簡単な話じゃないと思うんですよね。もやもやするし、じわじわするし、なかなか決まらないし、10年経っても何も決められない。みんなもうもやもやして、もういい加減いいんじゃないか、もういいよ、もう体感ってな感じになっちゃうっていうのは、一番実は危険なんですよね。そういうなんか、誰か一人とは言わないですけど、声の大きい人のことだけがまかり通ってしまって、で、みんなが、もうそれでいい、もういいや、もう考えるのめんどくさい、それでいいよって言って、かつて戦争にもなったと思うんで、なだれ込んでいっちゃったと思うんで、ちゃんとそういうことは少なからず考えた方がいいし、もやもやするし、じわじわするっていうのは民主主義である以上しょうがないと思うんで、それに耐えなきゃいけない。それを覚悟しなきゃいけないっていうのは、僕はこれ考えてて、いろんなこういう本を読んだりとかいろいろするようになって、もうすごく学んだことなんで、まあ、学びとかそういうことを言うと、またこう、めんどくさいとかと思われちゃうかもしれないけれど、とにかくみんな知ることだと思うし、本当にこれでいいのかっていうふうに、みんなそれぞれ考える必要があると思うんですよね。だからそのためのタブロイドを作ったり、情報発信をしたりっていうのは、僕らは誰に頼まれたわけでもなく、これからもやっていくつもりですし、やっぱり考え続けなきゃいけないと思うんで、まあそういうことはやろうと思います。で、その上で少しでも、1ミリでも2ミリでも、県の方に少しでも聞く耳を持ってもらって、方向性が変わるんだとしたら、それはそれでいいし、変わらないんだとしたら、絶望するだけじゃなくて、また違うことをやっぱ考えてやっていかなきゃな。うん、まあそんなところですね。ちょっと長くなりましたけど。いえいえ、ありがとうございました。はい、本日のゲストは、薩摩リーダーシップフォーラムセルフ鹿児島グランドビジョン協議会から古川理沙さんと坂口修一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。話し足りないこととか大丈夫でした？はい、大丈夫でした。最後の話、食ってかかってもっと欲しかったんですよ、県大会ね。なんで岩崎さんとかにもうライブだから言えばいいのにとか言わないかなと思いながら見てたんですけどね。岩崎さんはね、いなかったんですよ、最後。あ、そうなんですか。帰られたんです、私たちの発表。帰っちゃったんです。なるほどね。ちょっと前でね。うん、2人前ぐらいで帰ったのかな。うん。まあ、そうです。まあまあ、そこはまあ、いろいろあるんでしょうけど、実は聞きたいのは、演技の人たちに、一回ね、古川さんと Facebook 上で、意気投合したと勝手に私が思ってるだけなんですけど、っていうのは米丸真紀子さんが、うん、すいませんと、もう力不足でしたっていう時に古川さんが何言ってんのと、その信じてる人たちにもう諦めてるのあなたっていうような感じで来たのに私も乗っかってっていうのがあって、だからその県議の人たちに、うん、なんか思うところというか、結局結論から言うと何も変わってないじゃないですか。反対してる人、権利の人とかね。
まあ、そうですよね。そうそう。できれば触れたくないっていう感じの人多いんじゃないですか、なんか。大隅半島の方の選挙区の人たちは、もう、警官の方と言われても、あんまピンと来てないし、うん、選挙民が。だから、できれば、もうその話に触れるとややこしくなるから、触れたくないんだよなっていう人多いと思うんですけど、ね。うん。まあね、そこら辺のこともね、また、良ければ聞きたいなと、うん。ね、だけど、お金は使えますからね、みんなの、ね。そうなんですよ。一人頭で割り算して1000ぐらい、900億ぐらいですか。一人頭ね。それぐらいの権利があるんですけどね。まあ、うん。ということで、また引き続きいろいろ教えてください。指針をさせていただけたらと思いますので、ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございます。はい。